ドステップの時のサイドステップしながらブロックをするっていう部分でちょっと初めのトレーニングを行います。すごくやり方はシンプルです。サイドステップをする、ブロックを作る、当てる、この繰り返し。まずこうで、この時一番注意するところ、体の作りとしてもサイドステップまたはブロックをするときに体の作りとしてはやっぱり肩がこう流れやすい、やっぱりよくあると思います。こう出てったのにひねっちゃって、はい、それをまず意識。なので立ててる足を持ってくる、立ててる足の肩を前に持ってくる。そうすると必ず正面に向くので、それを意識して。ちょっとやってみてください。サイドステップ。これ痛い。左手で。股関節ちょっと痛いね。であと。であと。今サイドステップしてやった時に。立ててる足のつま先が外側に向いている人結構多いです。今日はつま先を真正面にこういう感じです。ブロックの形としてはつま先が真正面、正面を向く。で、痛いですよね。で、折ってる足のつま先も地面につける。ここがすごく重要です。ブロックに練習するとき、このここを かなり意識するっていうのは、まあ、こうやっちゃうと次かわされたときに移動しにくくなるんで、そのときに重要なのがやっぱりつま先をしっかりつけるっていう、この形をつけて、立ててる足の母子球にしっかりと重心を置くってことによって、サイドステップしたときにこう逆に行きやすくなる。そうです。そういう感じ。ちょっとね、股関節硬い方とかはすごく詰まると思うんですよ。ちょっとこのセッション痛いと思うんですけど、我慢していただいて、で3人組で今みたいにサイドステップ6本やりましょう。1、2、3、4、5、6、ブロック。この時肩が流れない、すごく流れやすいんだよ。こうなったら全く意味ない。肩を持ってくる、肩を持ってくる。これをじゃあ各自グループごとに回っていきましょう。これ指摘しちゃえば